大家好，今天一天辛苦了。今天第四次我的马虎汉语讲座，现在开始。第一，进行术不杀生，汝今能吃否？进行术不杀生，汝今能吃否？啊！哦。隋朝末年，天下大乱，群雄割据，逐鹿中原。隋朝叛将王世充勇兵东渡，自命为阵王，独霸一方，奇行暴政，所辖之地民不聊生。嗨，ということで、皆様お疲れ様です。今せっかくシャオリンシャオリンを、毎回歌っているので、映画少林寺、昔のリレンジ映画、若いリレンジ映画、主演をやった最初の映画ですね、それの始まりのところの雰囲気をそのまま、あの映画のドキュメンタリー風に始まって、このシャオリンシャオリンが流れて、その後出家するシーンがあって、何時殺すなかれのシーンで思い詰めたところで、よく映画で夢落ちとかっていうのありますけど、何ですよね、出家落ちみたいな話ですかね。最後にまた出家のシーンにたどり着くっていう映画なんですけれども、それの物語が始まる、ナレーターのところとを雰囲気を出してつなげられないかなと思ってやってみました。後で字幕をつけるので、ナレーターのところが四字正語が結構いくつかあって、なんかなるほどなっていう風にも見ていただけるんじゃないかなと思って、今日はそんな、中国語講座です。あれですね、 YouTube 続けるっていうのは本当に大変だなというのが、今日はちょっと短めの動画で早めに終わって休まないと、かなり自分も本当にピーラオが、疲労が結構溜まってきてしまいました。
3日連続で、昼間は仕事をして夜、本当短ければ6分で長いと10分ぐらいだったんですけども、なんか字幕つけて動画を、何回か動画をこう加工するようになるんですけども、そういう字幕つける作業も長いし、動画がなんか焼き上がる時間も長いし、で YouTube アップはまあその時間かからないんですけれども、結構大変ですね。まあ今日はちょっと短めで、最初のナレーターのところの、字幕と、私の、ナレーションでお楽しみください。それではまた次回。再见。这位，最近。